東スラボニア・バラニャ及び西、スレム・セルビア人自治州は、クロアチア領内に成立した、セルビア人による自治地域。元は1991年に、クライナ・セルビア人共和国を構成した州の一つであった。この自治州は、地理的に東スラボニア、バラニャ、西、スレムを含んでいる。クライナ・セルビア人共和国同様、東スラボニア自治州は、 セルビア人議会によって設置が決められ、東スラボニアとバラニア、西、スレムを代表するものとされた。クロアチアとスロベニアの独立宣言に対抗して、1991年6月25日に独立を宣言した。翌6月26日には、ゴラン・ハジッチがその初代大統領であると宣言された。地域は、 クライナセルビア人共和国の一部として1991年から1995年まで存続した。1995年にクライナの主要部分がクロアチア軍の手に落ちた後、地域は国際連合の国際連合東スラボニアバラニア及び西スレム暫定統治機構の監督下に置かれ、1998年に平和裏にクロアチアに統合されるまで続いた。 セルビア人からはソイ、ドナウクライナ、クロアチア人からはソイ、ドナウクロアチアとも呼ばれたが、一般にはスレム・バラニア州と呼ばれた。地域は多民族が入り混じっていた。戦争が始まる前、この地域の総人口は十九万二千百六十三人で、あり、四十七パーセントに当たる九万四百五十四人は、クロアチア人、三十二パーセントに当たる六万千四百九十二人は、 セルビア人21%にあたる4万217人はその他であった。戦争中10万9500人のセルビア人がこの地域に居住していた。地域の主な都市はブコバル、ベリマナスティルであった。その他にはボロボ、ダルダ、ダリ、イロクなどであった。自治州が存続していた間、地域には5つの基礎自治体があった。バラニア地方のベリマナスティル、 東スラボニア地方のダリ及びテニア、西スレム地方のブコバル及びミルコブチがあった。ありがとうございます。